はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自作から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、最近、この頃ね、実はね、目がよく見えなくなることがあるんですよ。よく、たまに、よくですね、結構な確率で目がこういきなり見えなくなることがありまして、っていうのも、このこうやって動画撮ってる時でもね、よくこのカメラを見ながら目をね細めたりとかね、こうちょっとこう眩しい感じでこう目をこう開けたりしてっていう風な感じで見えてる感じが皆さんしてると思うんですけども、実際にこうぼやけて見えなくなることがあります。ちょっと見えづらいんですよね。ちょっと時間でも本を読んだり、ゲームをしたり、携帯見たりね、テレビ見たり、書き物したりとかして、ちょっと目を使って集中するとすごい疲れてね、焦点が合わなくなるんですよね。老眼かなって思ったりしたり、こうね、まだ早いと思うんですけども、ちょっと目がしばしば霞んでしまいます。これは入院中もね、実はあったりしたんですけども、先生に聞いたら、ああ目に来る GVHD だねっていう風に言われたりとかしてました。そしてさらにやっぱり免疫抑制剤の影響もあるって言われましたね。以前ね、入院中に目が激しい痛みに襲われて急遽眼科を受診したこともあったんですけども、過去にね動画でお伝えさせてもらったこともあるんですけどね、そこまでは行ってないんですよ。そこまでは痛くなったりはしないんです。だからちょっと目がかすむかなっていう感じがしてて、急に、なんかさっきまでこの字読めてたのに、今なんか急に見えへんくなった、どうしようみたいなね、そういうことがあって、でも単純にね、視力の低下やったら、眼鏡を新調すればいいだけの話なんですけども、やっぱりまだ先ほども言ったように GVHD のね影響がありますので、視力が安定しないわけです。なのでこうまだまだ眼鏡は作らん方がいいよっていう風に眼科の先生にもね言われたんで、せやな、しゃあないなと思ってるんです。正直辛いです。だって見えへんですもんね。いや見えてるんですよ、全く見えへんわけじゃなくて、ただとも集中して目を使うとこう目がかすんでぼやけて見えなくなるっていうね感じなんです。なんかこうぼーっと遠くでも見たらいいんかなって思ったりするんですけども、家の中でねぼーっと遠く見るってなかなかね、遠くのとこそんねうちの家大きい家じゃないんで遠くのものなんて見えないんでね、窓開けて遠くの方向を見つめてもね、なんかそれをもし向かいの家の人と目合ったら、なんか覗かれてるみたいな感じに思われてもね、しゃあないんで、そんなんしてないんですけども、しばらく目を休めたらちゃんと見えるようになるんで、しっかりね休憩取りながら目を使っていこうと思ってます。そんな感じで目がよく見えなくなるということがあるっていう話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。